ありがとうございます。こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、PayPay 新サービス LYP プレミアムを解説ということで、今回は LYP プレミアムですね。この動画では、LINE Yahoo、PayPay、ah、の新サービス LYP プレミアムというサービスの細かい内容についてお伝えします。これから利用しようか検討されている方がいらっしゃれば、ぜひ最後までご覧ください。それでは ってみましょということで、今回は1から5の流れに沿ってお伝えできればと思うんですが、そもそも今回のこの LYP プレミアム会員とは何ぞやということなんですけども、この LYP プレミアムというサービスは、これまであった Yahoo プレミアム会員のアップグレード版ということになります。で、この LYP プレミアム会員の基本情報、料金体系のところをお伝えできればと思うんですが、まず月額の料金は2パターンに分かれておりまして、Web 版 Yahoo ウォレット決済と、そして月間プランのアプリ版、この2種類がありまして、Web 版 Yaho ウォレット決済であれば月額税込みで508円そして月間プランアプリ版であれば Apple ID 決済 Google Play 決済をすると月額税込み650円ということで結構金額の差が出てきますこちらのウェブ版につきましては登録したその月から会員費が発生して月の途中で登録または解約をしても1ヶ月分の会員費を支払うことになりますそしてもう一つの月間プランアプリ版に関しましては登録したその月から会員費が発生期間は登録した日から1ヶ月後の同日までということですんで まあ、特ににここだわりりがなければ利用すすする際にははちらのウェブ版をですね僕は推奨しております一応、月額の料金はこんな風になってはいるんですけども、こちら、LYP プレミアム会員はですね、月によって入会特典があったりします。まあ、現在であるは、LYP プレミアム会員の初回登録をすることで、PayPay ポイントと Yahoo ショッピングクーポン、合計1000円相当がもらえるという特典が、対象者限定にはなるんですけども、開催されております。まあ、他にも、1ヶ月とか2ヶ月、ま、最大であれば、この月であれば3ヶ月無料という特典も あああっっったたりりすすすするるるんんでで大前提とししてて月月額料金っていうルールーははけどもも入会する月によってはお得な特典ますちなみになんですけども、この LYP プレミアムについては無料で使えるユーザーもあります。まずはソフトバンクユーザー。ソフトバンクユーザーの方でスマートログインという設定をしている Yahoo Japan ID を使っている場合、無料で使うことができます。次にワイン e バイルユーザー。対象プランを契約する場合に LYP プレミアムを無料で使うことができるんですけども、対象プランはご覧のようになっております。 シンプルの SML プランとかシンプル2の SML とかまあ、こういったプランに入っているというのが大前提となります。そしてもう一つ PayPay カードのゴールドを使っている方ですね。そういった方も LYP プレミアムを無料で使うことができます。で使う際になんですけどもゴールドカードの家族カードについては残念ながら対象外となりますのでまあ、あくまでも PayPay カードを作った方とそのご本人様だけということになりますね。で次にこの LYP プレミアムの各特典を紹介できればと思うんですけども、こちらが そのの特典の一覧となっておりますす、まあ、LINE ととと、ah、のねサービスが、まあ、お得に使えるということなんですけどもまずこちらのパソコン画面では、こちら例えば Yahoo ショッピングのお買い物がお得と、PayPay ポイントプラス2%で7%ポイントが貯まるということなんですけども、こちらの LYP プレミアム会に登録しておくことで、毎日7%還元で Yahoo ショッピングでお買い物ができちゃいます。例えばこちらのミックスナッツをですね、購入する際に1227円という商品であるんですけども、こちらの LYP プレミアム会に M 会員であればプラス7%還元されると内訳はこんな感じちゃんと LYP プレミアムのプラス2%還元がこの中に入っておりますあとは基本的にはですね状況を満たすことで5%還元がされるのでこれでトータル7%還元される他にもこういったパックの現場に18個入っている商品なんですけど2893円で購入できる商品なんですが、まあ、こちらもですね7%還元でお買い物ができるということでございますちなみにこの付与上限につきましては一人様あたり注文月ごとにご 1000ポイントと決まっておりますんでまあそんなにお買い物される方多くはないと思うんですけども一応購入する際には付与上限もありますよということで覚えていただければと思いますちなみに付与される日程とすると注文した翌週から3週間経過後の水曜日ということですねなので普段からヤフーショッピングを利用されている方はねかなりお得になるしまあ、たまに利用する人にもちょっぴりお得になりますよとで次にこちら会員限定のペイペイクーポンということなんですけどもこちらはですね LYP プレミアムに登録するとペイペイクーポンで最大5%戻ってくる クーポンというのがもらえるんですが、例えば今月2月であれば、キャン d o とかドトールコーヒーとか、あとは松屋、吉野家、こういったところで使えるクーポンがもらえたりします。まあ他にも画面を下がると、これ毎月更新されるんですけども、カフェベローチェで使えるクーポンとか大黒ドラッグとか、そういったところで使えるクーポンももらえたりするので、普段から PayPay 決済をメインで使っている方からすると、ちょっぴりお得になります。付与上限は1回に100円相当まで、そして利用回数は期間中1回までということになりますね。あとヤフ、ah、ー PayPay のサービスであればこちら 最大25%、まあ、ポインンントが貯まるというキャンペーンこちら毎週金土日ですねこのようなキャンペーンが開催されているので、ebook Japan の電子書籍を購入される方はですね、こちらも結構お得に購入できたりします。あと、ピックアップするものであれば、こちらですね、宿泊予約、旅行がお得5%ポイント貯まると。こちら、Yahoo トラベルのサービスなんですけども、LYP プレミアムに入っていることで、いつでも5%ペイペイポイントが戻ってきます。なので、旅行好きの方からすると、常に5%お得に旅行ができるということで、 あれば結構ね嬉しい特典になってるんじゃないかなと思いますね他にもペイペイグルメであったりとかもう一つこちら雑誌がですね読み放題として使うこともできまして LYP プレミアム会員であれば雑誌110誌以上ですね読み放題ということですんでまあ、タブレットとかを使って雑誌を読まれたい方はこういったサービスもございますというような感じで LYP プレミアムに登録をすることによって一応月額の料金はかかるんですけども様々なサービスがお得に使うことができますんでいわゆる Yahoo 経済券ペイペイ経済 実際を主に利用されてる方であればまあ、フル活用できる一つのサービスなんじゃないかなと思いますちなみにですね現在撮影しているのが日曜日ではあるんですけども日曜日であればまあ、プレミアムな日曜日このように LYP プレミアム会員なら最大15%でお買い物ができたりですとかあとはカウカウサンデーというのがね開催されたりしてプラス4%ポイント還元されたりということでまあ、このようなサービスを使って Yahoo ショッピングでもお得にねお買い物することができますで、この特典一覧の中の今回まあ新たに追加されたこういった LINE のサービス サービスなんですが一部紹介できればと思いますまあ連絡を取る手段でね LINE を使われてる方多くいらっしゃると思うんですけどもこちら LINE のアプリを開いたら僕の場合このようなバナーが出ておりました LYP あなたの得点やクーポンを見るっていうメニューが出ておりましてここをタップすると LYP プレミアム会員の特典が一覧で出てきますその中でまあ今回から追加された LINE のアルバムに5分以内の動画を追加することができますこれ結構ですね個人的に待ってた機能なんですよ5分以内っていう限りはあるんですけども LINE とかのアルバム 機能は今まで写真しか追加することができなかったんですがこれについてはどちらかが LYP プレミアム会になっていればアルバムの中に動画を追加することができるのでこれはちょっと個人的に嬉しいなと思います他にもアルバムの画質がですね鮮明なオリジナル写真で追加することもできたりしますでもう一つここもいいなと思いまして LINE スタンププレミアムということなんですけども1200万種類以上の対象スタンプが使い放題ということなんですが、まあ、せっかくなのでちょっと利用するようですねタップしてみましょうそうするとスタンプショップの画面が出てくるんですが 例えば、あなたへおすすめのスタンプで、ここに、チーカワが出たんで、例えばこのチーカワをタップすると、そうすると、チーカワのスタンプの購入画面のところで、プレゼントすると、購入する、そして、無料ダウンロード、かっこ、LYP プレミアムという風に出てるのがわかるかと思います。これが出ていれば、このチーカワのスタンプをですね、LYP プレミアム会員であれば、無料でね、ダウンロードすることができまして、早速この無料ダウンロード、LYP プレミアムをタップすると、早速ダウンロードがされて、あとはトーク画面で使うことができるということでございます。これいいですよね。 他にもなんですけどもこちらポンタのですねスタンプがありましてこちらも同様に無料ダウンロード LYP プレミアムっていうバナーが出てたんでここからタップすれば無料でダウンロードしてまあ実際に使うこともできたりしますここもいいですよねで一部例外みたいなものがあるんですけども例えばこちらポンタの絵文字のタイプなんですがこちらについてはですねこのようなメニューが出ております絵文字の使い放題コースを無料体験するということでこちらスタンプではなくて絵文字になっておりましてこういったものについては LYP プレミアムでは使うことがででできままませんのでまあ,あくまでもこのような 無料ダウンロード LYP プレミアムというものが出ていれば使うことができるのでもし LINE のスタンプをですねいろいろ使いたい方はですねこういったメニューから確認をしてみましょう他にも LINE のメニューであれば会員限定フォントというのがあるんですけども早速こちらも利用するをタップしてみましょうまあ、現在であれば基本フォント以外にも HC マルゴシックっていうタイプとかこちら無心ていうんですかねこちらのタイプであれば LYP プレミアム会員以外の方でも無料で使うことができるフォントなんですがもう少し画面を下がるとこのように 有利シンマル5ってていうのが出てるんですよねこれが LYP プレミアムしか使えないというフォントになりまして他にも下がっていくと丸ア,アンチックプラスとかアオートゴシックとかもし LYP プレミアム会員であればこういったフォントを使うことができるということですねなのでちょっと気分転換でフォント変えたいなとかそういった方がいらっしゃればサクッとこのように変更することができます ま、結構ありますね。こういったね、面白そうなフォントもあるので、ぜひ、まあ、変えたい方はここからぜひ変更してみてください。で、他にも着信音ですね。自分好みの音楽を着信音に設定ということで、こちらも利用するをタップすると、LINE 通話の着信音を好きな音楽に変えようと。まあ、いつも馴染みのある着信音だと思うんですけども、それをこの LINE Music のアプリから好きな箇所を着歌にしようということで、まあ、僕がガラケーとかを使ってた頃はね、着歌とかめちゃくちゃ流行ってたんですけども、まあ、そういった感じに設定されたい方は、サクッと設定することができます。 あと、着信音以外にも、こちらの呼び出し音もですね、設定することができます。友達に聞かせたい音楽を呼び出し音に設定ということなんですけども、LINE 通話がかかってきた時に聞こえる着信音を自分の好きな音楽に設定しようということで、こちらもですね、LINE Music のアプリを使って設定することができるので、アプリをインストールして使ってみましょうということですね。でもう少しこの画面から下がると、この Mine LYP Premium というメニューが出てくるんですが、その他の特典の項目のところで、このように、 マンガ最大600コインというのがあるのでここをタップすると LINE マンガのアプリが起動するんですがご覧のようにですね LYP プレミアムに登録した後にエントリーすると毎月200最大600コインがですねもらうことができますこれエントリーするとこのように LYP プレミアム会員限定のマンガコインを受け取ることができましてあとはこの LINE マンガからですねこのコインを使ってマンガをですね読むことができますもちろん LINE マンガについては一部無料でね見ることもできたりするのでまあ、そんなに課金しなくても楽しむことができる のサービスではあるんですけどもたまにちょっとコイン使いたいなとかそういった時に先ほど入れたこの200コインをですねまあ、使うことができるということですね全然関係ないんですけど個人的にはここ最近あのこのちょっと映ってないんですが最近映画が始まったのはハイですねやっと漫画を見終わったところでございますめちゃくちゃ面白いですねでここまでが LYP プレミアム会員の基本情報そして各特典紹介ということでございましたで次は入会方法なんですけども LYP プレミアム会員は結構シンプルにですね入会することができる んですが、こちらはパソコン画面にはなるんですけどもパソコン画面からアクセスして LYP プレミアム会員に登録する際はこの現在だと最大3ヶ月無料でお試しとか、まあ、そういったところのバナーが出ていればここから登録をするとこれはですねおそらく月によって得点内容が変わってきますんで撮影しているのが2月の18日なんですけども、まあ、それ以外であれば違う情報が出ている可能性もありますでスマートフォンからであればこのように最大3ヶ月無料とかそういったバナーが出たりもするので入会方法は至ってシンプルで簡単です これもですね、しっかりと覚えておいてほしいんですけども、大会方法ということなんですが、これは実際に公式ページを見ながらお伝えします。こちら、LYP プレミアムをやめたい解約ということなんですけども、先ほど入会する種類についてお伝えしたと思うんですが、アプリ版と Web 版というのがありまして、まず Web 版の場合ですね、Web 版ヤフオレとト決済をしている方の場合、そういった方につきましては、このページの中に、早速この解約っていうメニューが出てますんで、ここをクリックもしくはタップします。そうすると、LYP プレミアムを を解約しますかと出てきますんでここで解約前に必ずご確認くださいということでこんな風に LINE スタンプが使えなくなりますよとかヤフーショッピングの買い物の還元率が下がりますよとかあとは先ほど紹介したようなこのような特典が使えなくなりますよという風に出てきましてこのまま解約を進めるをクリックもしくはタップをすればあとは解約の手続きに進むことができます次にアプリ版 Apple ID 決済をされている方の場合なんですけどもこちらをクリックもしくはタップすると今度は iPhone 版 Apple ID LYP プレミアムをやめたいというページに出てきますで iPhone 版の LYP プレミアム会員の解約については Apple が提供する iTunes ストアのページでサブスクリプションを解約してくださいということなんですけども一応ですね Apple のサブスクリプションを解約する必要がある場合はこれをクリックしたら Apple の公式ページに出てきますそしたらこういった風にサブスクリプションを解約する方法ということなんですが設定アプリを開いたら自分の名前をタップしますそこからサブスクリプションというメニューがあるのでそこをタップして一応この画面で英語にはなってるんですけど ここがサブスクリプションという風にカタカナで出てきますそしたらその中にですね LYP プレミアムのおそらく情報が入ってると思いますのでそこから iPhone の方であればサブスクリプションをキャンセルするっていうところがあるのでそこをタップすればもう支払い自体がされなくなるので一応これで解約ができるという流れになりますで、iPhone の方はこちらをですねチェックしてください一応このページの中には iTunes ストアにアクセスするような画面が出てくるんですけどもこれはパソコンでですね行う場合なんでスマートフォンの場合に関しては、まあ、i p h o は iPhone を使っている方の場合に関してはこの流れで行ってください。というなのが Apple ID で決済をされている方の場合。次に Google Play 決済をされている方の場合なんですが、こちら Android 版 Google Play 決済 l y p プレミアムをやめたい解約したいページで、Android 版アプリの解約は Google が提供する Google Play のページで。 定期購読をオフにしてくださいということですねそれについてもこちら Google プレイで定期購読の解約一時停止変更というページがあるのでここをクリックもしくはタップするとこのように Google プレイでの定期購入の解約一時停止変更というページが出てきますそこからですね定期購入を解約するという風に出てきますんであとはこの定期購入を解約するをタップして進めることで実際に LYP プレミアムを解約することができますちなみにですねこのページの中では Android とパソコンで Google Play の定期購入を解約 解約すすすすするるる方法についいいてててかりりりやすく出ペペーージジがありままんででこ、まあ、こちちらら動画を見見なねねの拝していただければと思います、まあ、おそらく僕が以前出した動画のタイミングで LYP プレミアムに入会された方結構いらっしゃるかと思うんですけども僕もその一人ではあるんですが、まあ、結構ね月額の料金っていうのは重なってくるとかなりの金額にはなってきますんでこれから始められる方はもちろんなんですけども特典目的とかで始められた方がいらっしゃればもうこのタイミングで一応解約の方法とかも頭の片隅に入れておく のが一番いいかなと思いますこのやり方に関してのリンク概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてくださいというような感じで LYP プレミアムの特典そして入会方法と退会方法についてございましたまあそんなこんなで今回は l i p プレミアムの徹底解説ということで簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたちょっと前に上げた動画の時にはかなりねお得な特典ということでまあ、僕もそれに乗っかって入会してクーポンもゲットしてめちゃくちゃお得ということではあったんですけどももちろんねかなりいいサービスなのでいいと思った方はね 月額の料金を払いながらね、使い続けるのも全然いいんですけども、全然使わないのに、月額500、600円払うっていうのは、めちゃくちゃもったいないので、この動画を見たタイミングで、まあ、これから継続するのか、ま LINE、あ、スタンプやっぱちょっと使わないなとか、アルバム機能あってもそんなに使わないなとか、Yahoo ショッピングもそんなに利用頻度多くないなとか、まあそういったところをちゃんとご自身で考えた上で、これからも継続するか、もしくはこのタイミングで入会するのか、まあ、検討していただければと思います。そして、今回お伝えさせていただいた LYP プレミアムの公式ページについては概 概要欄、そして一部紹介させていただいた大会の専用リンクについても概要欄に貼っておきますのでまた詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました